小原忠選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今季から A 級に降級してしまいましたけれども、まあ、昨年の後半は S 級でしっかり戦えていたと思いますけれども、その辺ご自身どうでしょうか。そうですね、もう足自体は結構いい感じで来てると思うんですけど、まあ、レース内容はちょっとなんていうか甘かったりするんで、その辺ですね。まあ、2017年はヤンググランプリで、まあ、鈴木隆二君が勝ったりとか、まあ、武田さんも、ね、グランプリ準V だったりとか、こう茨城にもいい流れが来てるのかなと思いますけれども、まあ、2018年、まあ、ご自身の目標など教えていただければ。そうですね、みんな頑張ってるんで僕も頑張って、G1 目指していきたいと思います。はい、それでは、今回さ、見てるファンのお客様に一言最後によろしくお願いします。一戦一戦頑張るんで応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。